チームレディオシャックは国際自転車競技連合の主催する UCI プロツアーに参加していた自転車ロードレースのチームの一つ。2012年シーズンからはレオパルドトレックと統合しレディオシャック日産トレックとして活動している。2010年のレディオシャックのジャージチームカーのキャッシュカイプラスにツールドアロニーを走るロビー・マキュアン・ビオン・セランダー。 セルジオ・パウリー・ニョ・マシュー・ブッシュ・ドミトリー・ムラビエフ・ヘルト、ステイフ・フマンス、ベン・ヘルマンス・アームストロングとヤロスラフ・ポポビッチ過去にツール・ド・フランスで前人未到の7連覇をしたランス・アームストロングが2009年シーズンをもってアスタナのバイクがスペシャライズドになるためチームを離れたことによって創設されたプロチームである。カンムリスポンサーはランスの地元であるテキサス州の家電量販店。 レディオシャック、他のスポンサーは日産自動車とランスの7連覇を助けてきて、ランスが取締役をしているトレックなどが加わっていた。フレームはスポンサーのトレック、コンポーネントは SRM、その他のステムやハンドル、サドル、ホイールなどのパーツはボントレガー、タイヤにはボントレガーやビトリアを使用している。ジャージはナイキ、ヘルメットはボントレガーを使用。 チームカーは、キャッシュカイプラスニアニスさん、ムラーノが採用された。2010年2011年以上、チームレディオシャックと契約。ありがとうございます。